ケツ・インターナショナルグループはですね、約28年前から、若者の自立就労支援をしておりまして、で、もともとは横浜の方で、共同生活を中心に、若者たち一緒に住ん で、それで就労をサポートして自立を目指すっていうことを続けてまいりました。東日本大震災があって、ケツグループとしてもどこか被災地支援をしに行こうという形で考えていたんですけれども、まあ、今回の震災の件に関してはこれはもうちょっとやそっとのことじゃ復興になんてならないと最初から思ってたんで、長期的にもう活動を続けるという、思いたので、やっぱり自分たちの拠点というものを探してですね、したらたまたま今住んでるケツハウスですね、そっちのが震災前から空き家で、あまり震災の被害を受けてない物件が見つかったんで、でそこを購入して、でケツハウスを拠点として活動を開始することにしました。で、まあ、梨木畑に住み始めてから7月に住み始めて、で、その時は1ヶ月に1回こう、まだ来てたんですけど、交流会をしていく中で、もうお向かいの玉井さんが、海産物の小売業者さんをやっていてですね、で、震災で商売が立ち行かなくなった。で、辞めようと思うって、もうどうしようもないって言ったんで、その話を受けて、だったら自分たち横浜で販売などもしてるんで、協力しますっていうことで、玉井さんとの出会いから、こう、石巻甲子園バザル運命もいちがスタートしました。で、現在も毎月、横浜市内の市役所、各区役所で、続けてるんですけれども、活動を続けていく中で、たまたま縁あって、こう、まあ、そこの柿むき場の若い漁師さんたちとつながったりしてですね、で、一緒に6次産業化目指して頑張ろうっていう話になって、漁師さんたちから直接届けるっていうことを始めたりですとかね、逆にうちの若者をこう漁師さんに見てもらうっていう、就労訓練としてですね、そういったことを、しつつ3年目を迎えて、で、まあ、漁師さんのところだけではなくて、やっぱり現地の被災した水産加工会社、じゃあうちの若者がそこで働けるようにこう、まあ、話をしてですね、でインターンから始まって、でスタッフ付き添いで行ったりしながら有給職業訓練という形で、でそれ慣れてきて、だんだん仕事も覚えてきて、あ、これは一人前として大丈夫だと認めてもらえた段階で正社員として雇ってもらうというステップを踏んでですね、働いております。で、ゆくゆくはこの地域で住んで、そこから自立していくという、所帯持って、ね、そこで生活してという、石巻の住民として生活していくということを目標にやってますね。どうもお世話さまです。梨木畑プロジェクトというのを始めてですね、まあ、そういう空き地を畑にしてですね、で近所の方々と一緒に楽しいことをしていく、この地域が元気になって、こう逆にこううちの若者たちが地域の方々に対して何か支えになる、なったりできるっていう、そういうプロジェクトを進めていきたいなと。震災に対する助成金なんかもどんどん切られていますし、運命もいちに関しても最初は復興支援っていう名前を掲げたらみんな、ね、買ってくださいましたけど、全然やっぱり3月震災が前後の時期でももう売り上げが違うんですね。
でイベントやっても集客が違ったりとかいう現状も目の当たりにしてますんで、石巻現地の活動においてはやっぱ石巻は面白い、石巻はチャンス、石巻で生きるっていうこの3つをキーワードにしてるんですけれども、これだけ震災をきっかけにいろんな人たち、世界中からいろんな人たちが来て、でいろんなことがあっちこっちでこう起こされてっていう地域はないと思ってるんですね。で石巻はチャンスっていうのはやっぱり若者たちもそうですし、この石巻自体もそうですけど、まだまだチャンスがたくさんあると、ここから何かが生まれていくチャンス、何かが変わっていくチャンスっていうのがまだまだ残されてるんだと、むしろ眠っているんだと思っていて、で最後は石巻で生きるっていうのは、これは石巻に限らずこう地方都市共有の思いだと思うんですけど、これここで生きていくこと自体がそもそも石巻の支援につながるだろうと、地域の活性化につながるだろうと、若者たちが離れていく中で逆に若者たちが、県外から入ってきた若者たちがここに定着していくということが最大の復興につながるなと思っていてですね、結構定住支援っていうのを大きなテーマに掲げて今活動しています。やっぱり支援から支援へっていう、石巻で出会った人とのつながりとか、石巻で関わった出来事からのつながりっていうところを支えていく、発展させていくっていうことをテーマに取り組んでいきたいなと思っています。